もう、かかし先生ったら急用だって言うから急いで来たのに、ポーの本人がいないじゃない。いやすまんすまん。あ、かかし先生遅い。まあそう怒るな。今日はお前たちに伝えておきたいことがあってな。伝えておきたいこと？ま、なんだ、いきなりだが、お前たちを中任選抜試験に推薦しちゃったから。え、な、なんですって？ま、試験にはお前たちだけじゃなく他の隠れ里の実力者たちも出てくるから、気を抜くとすぐに負けるぞ。気をつけろ。そんな面白そうじゃないか。お前たちは俺の自慢のチームだ。頑張ってこい。よっしゃ、俺頑張るってばよ。とは言ったものの、本当にどうなることやら。今回は冗談抜きで実力者揃いだからな。外反、紅反、アスマ、そして砂隠れの忍びたち、いろいろあるだろうが、頑張れよナルト、サスケ、サクラ。始まった中任選抜試験。なんだかすげえ人数が受験するみてえだけど、相手が何人いようが関係ねえ。絶対引くわけにはいかねえってばよ。え、第一試験ってばペーパーテスト？絶対絶命のピンチだけど、俺ってばこんなとこで諦めたりしねえぞ。俺の名前は渦巻きナルトだ。筆記試験だろうがなんだろうが、てめえらには負けねえぞ。わかったか。第一のペーパーテストはなんとか通過。でも次の試験は死の森でのチーム対抗の巻物争奪戦。いよいよここからは生き残りをかけた戦いってわけね。サスケくん、頼りにしてるから。あと一応ナルト、あんたもね。よっしゃ、近づく奴らは片っ端からぶっ倒していくってばよ。ドキドキする。行くぞ。だいぶ移動したな。ねえ、そろそろ休憩しない？いたずらに動いても体力を消耗するだけだわ。そうだな、さくらちゃんの言う通りちょっと休憩しようぜ。ああ。残念だけど、君たちに休息の暇はないわよ。なんだ？捕食者である私を前にして、お前たちは一瞬たりとも気を抜いちゃダメでしょう。こいつは…何なの？なんか普通じゃない。こいつは危険だ。ここは逃げなければ。何言ってやがる。このやつどうってことねえってばよ。バカ野郎、お前はこいつの異常な殺気がわからねえのか。うるせえ。お前が何もしねえならこの俺がやってやるってばよ。
やめろ。戦闘開始。まさかあの九尾のガキが生きているとはね。でも今は君は邪魔。しかし九尾と精神が呼応し始めているとはね。面白い成長をしたものだわ。さて、次はサスケくん、君の番。サスケ君は必ず私を求める。必ずね。あんた一体サスケ君に何を。別れのプレゼントをあげたのよ。大丈夫サスケ君。私の名はオロチマル。力が欲しければ死に物狂いで追ってきなさい。地の森ではいろいろとあったけど、俺たちはなんとか第二の試験を通過。やったってばよ。これで本戦出場決定と思いきや、今のままだと人数が多すぎるってことで1対1の戦いをやって通過人数を減らすことになったんだ。もちろん俺はやる気満々なんだけど、さくらちゃんはずっとサスケのこと心配してんだよな。なんかあったのかな。サスケくん、オロチマルにつけられた傷大丈夫なの。危険した方が。お前が気にすることじゃない。
でも俺は強いやつと戦いたい。そしてそいつらはここにいる。お前何カッコつけてんだってばよ。さくらちゃんはお前のことを心配して。ナルト、俺はお前とも戦いたい。サスケ、お前。本戦予選を余裕で突破した俺は、次の本戦に向けてカカシ先生と修行を開始って思ってたんだけど、どうやらカカシ先生ってば他に用事があって俺の修行を見ることができねえらしい。ふん。次の対戦相手はヒューガネジっていうとんでもなく強いやつだから修行をつけてもらおうと思ってたのに。で、どうしようか迷ってたらジライアってスケベなおっさんが修行を見てやるって言ってくれたんだけど、大丈夫かな。なんでも伝説の3人とか言われてる一人らしいけど、どうも信用できねってばよ。さあ、わしが教えた口寄せの術をやってみるがいいの。よし、見てろよ、エロ仙人。あれか、お前、才能ないの。本戦に向け、俺はカカシの元で修行を始めた。次の本戦、俺の相手は砂漠のガーラという、体の奥底に何かを秘めた不気味なやつだ。俺はこんなところで足を止めるわけにはいかない。もっと強くならなければ。お前は俺に似たタイプだからな。一つ新しい術を教えてやるよ。新しい術？ま、俺にとっても特別な術だ。お前には負けねえ。どうあがこうと運命には逆らえない。何？お前は俺に負ける運命だ。絶対勝つ。自分を信じきっている目だ。面白い。本当の現実を知った時のその落胆の目が楽しみだ。ぐちゃぐちゃ言ってねえで始めようぜ。第一試合、渦巻きナルト対ヒューガネジ、始め。戦闘開始。Thank you.
運命とかどうとかつまんねえことメソメソ言ってんじゃねえよ。お前は俺と違って落ちこぼれなんかじゃねえんだから。勝者渦巻ナルト。ああ中忍試験なんてめんどくせえだけなのに、なんでこの俺がここまで残ってんだよ。たく、しかも俺の相手は手まりとかいう砂隠れのやる気満々の女だし、とはいえ男が女に負けるわけにはいかねえしな。まあやるか。ようやく影真似の術成功。なんだいつの間に。くそ、このままでは。参った、ギブアップ。なんだと。もうめんどくさくなっちまった。勝者手まり。試合が始まるのにどうしたのかしら。たく、あいつってば何やってんだよ。早く死ねえと。いやー、遅れてすみません。来たか、ウチア、サスケ。ようやくお前と戦うことができる。サスケ、負けんじゃねえぞ。さて、会場の奴らを驚かせてやれ。始めるか。さあ、俺を感じさせてくれ。よし、第3試合、ウチハ・サスケ対砂漠のガーラ、始め。さすがはサスケ君、いい動きをする。しかしそろそろちんけな試合ごっこは終わりにしましょう。サルトビ先生、これから歴史の風が吹き荒れます。この私によってね。おお、良い戦いですな、風影殿。それももう終わりですよ、サルトビ先生。貴様、オロチマル。動いているものを見るのは面白い。止まっているとつまらないでしょう。私はこの葉崩しという風で
歴史を動かしたいのですよ。ふふ、相変わらずよの。ゾン、わしの首はそう簡単には取れんぞ。またあなたと戦えるなんてね。一体何が起きやがった。突然会場が騒がしくなったと思った。ガーラっていうやつも仲間に連れられて森の方へ逃げていきやがった。くそ、事態がよくつかめねえが、とりあえずあいつを追った方がいいようだな。あいつをそのままにしておくのは危険だ。これは急に周りが騒がしくなったと思ったら、砂の3人が会場から逃げていった。逃がしゃしねえよ。砂の連中にはなんとか追いついたが、あのカーラの様子がおかしい。あいつ、一体何なんだ。俺の攻撃をものともせずに襲いかかってきやがる。このままだとまずい。そこまでだってばよ。ナルト、お前なんでここに。てめえよくも俺の仲間を傷つけやがって。てめえは俺がぶっ飛ばしてやる。ぶっ飛ばすか。やってみろ。ガーラとウチハサスケがやり合っていた頃、俺は機械中って虫を操るアブラメシノってやつと戦っていた。どうやら俺の傀儡は奴の虫とは相性が悪いようだな。この俺が何もせずにやられると思ったら大間違いじゃん。ようやく仕込みの毒が効いてきたようだな。これでお前はあいつの火星にはいけねえぜ。それ、うちはサスケ。どうしました、サルトビ先生。もう息が上がってますよ。やはり年にはかないませんか。どうやら今のわしにはオロチマルとやり合うだけの力はそう残ってないようじゃ。じゃがお前の好きにはさせんぞ。戦闘開始。
邪魔なのよ。精鋭じゃらず。終わりよ。遊びすぎたかしら。残した術じゃ。くらえ、封印術、式封刃。いたかよ。命がけじゃな。腕が動かぬ。この老いぼれが私の腕に何をした。お前の腕は封印した。もはやお前に術はない。何。愚かなる我が弟子よ、いずれあの世で会おう。千の灯火のジジイがよくも私の術を。このはまうところに火は燃ゆ。火の影は里を照らし、また木の葉は芽吹く。うわあ、腕が焼けるようだ。おのれ、作戦はここまでね。覚えていなさい、この借りは必ず返す。くそ。どうした、この俺が怖いのか。自分だけ愛してやればいい。自分のためだけに戦え。それが一番強い者の定義だ。おい、ナルト、お前は逃げろ。ここは俺が引き受ける。何言ってんだお前。俺は一度全てを失った。もう俺の目の前で大切な仲間が死ぬのは見たくない。大切な仲間。そうか、そうだってばよ。俺は孤独の中で自分のためだけに戦ってきたあいつは強いと思ってた。でも本当に強いってそんなことじゃなかったはずだ。人は大切な何かを守りたい、そう思った時に本当に強くなれるものなんです。
ってやるってばよ。こいつ行くぞ。こっからが渦巻くナルト忍法帳の始まりだぜ。開始。お前の苦しみはなんでかな、痛いほどわかるんだってばよ。けど俺にはもう大切な人ができたんだ。俺の大切な人たち。なんでお前は他人のためにそこまで。一人ぼっちのあの地獄から救ってくれた。俺の存在を認めてくれた。大切なみんなだから。そうか。だからこいつは強いのか。イルカ先生、なんで人は人のために命を懸けたりするのかな。両親、兄弟、友達や恋人、里の仲間たち、生まれ落ちた時からずっと大切に思ってきた大切な人たちとのつながり、そのつながった糸は時を経るに従い太く力強くなっていく。理屈じゃないのさ。その意図を持っちまったやつはそうしちまうんだ。大切だから。
うん、なんとなくは俺にもわかるってばよ。でも死ぬのは辛いよ。三代目だってただで死んだわけじゃない。ちゃんと俺たちに大切なものを残してくれてる。いずれお前にもわかるようになるさ。うん、それもなんとなくわかるってばよ。里を守ろうとする強き意志。三代目、あなたの言う火の意志はこの葉隠れの小さな木の葉たちにどうやらちゃんと受け継がれているようです。木の葉についたその小さな火種はやがて強く大きく燃えてまたこの里を照らし守るのでしょう。いつの日か新たな火影となって。